分配金もらっちゃったよ。嬉しい。はい、こんにちは、パンダです。いや、もう分配金もらったんでね、もう今日はね、ノリノリです。で、えー、っと、今日はね、日頃から僕の動画をね、見てくれているリスナー、これから新しくね、えー、僕の動画を見たいなと思ってくれている方、そういう方のために、 この分配金を Amazon ギフトにしてプレゼントします。えー、まあね、Amazon ギフトにしてプレゼントにします。えー、とりあえずねこれ、これね、検証企画ね。検証企画、ちょっと字幕貼っといてね。検証企画で、まあ、最初なんで、とりあえず1万円を Am Amazon ギフトね、 1>, 1万円を1名様にプレゼントしますえー、僕のね、チャンネルを登録していただいてえー、っと、何かね、コメントをいただければえー、選びやすいと思いますはい、なので、まだ登録されてない方はね、これからチャンネル登録してもらって何かね、コメント書いてもらったりしたらね、えッ、ー、OK ですえー、今のところね、1万円にしようと思ってます えー、だけど、前回のね、あのー、配当金、1ヶ月前にもらった配当金もあるから、もしかしたらね、えー、応募者が増えたらもっと金額を増やすかもしれません。知れません,、うん。応募者がもっとどんどん増えたらね、金額を増やす可能性はあります。えー、とりあえず、1名様、1万円で、よろしくお願いします。はい、チャンネル登録と、 何かコメントね、していただければ選びやすいので、ぜひよろしくお願いします。ということで、僕の動画初の企画。Amazon ギフトあげちゃう企画。Amazon ギフトあげちゃう企画をやります。はい。ということで、えー、っと、まあ、僕はね、株で儲かってるから、 その利益をね、えー、皆さんに還元したいと。で、僕のチャンネル、ね、登録して、僕を応援してくれる方、そういう方にね、ぜひ渡したいと思います。えー、僕もチャンネル登録増えてきたので、あのー、全員のね、ことはね、もちろん、もうコメントとかもね、えー、見れないぐらい忙しかったりするんですけど、やっぱりね、えー、本当にね、僕の動画見てね、えー 応援してくれてる方そういう方にね特にプレゼントしたいと思いますまあ抽選なのでねどうなるか分かりませんがね是非、えー、チャンネル登録とね何か言葉ねよろしくお願いしますよしそれぐらいかなちょっと初めてやるんでね何言っていいかわかんなくてねうんはいということで今日はねえマギフプレゼント1人1万円の話をしました ということで今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。